手塚治虫が嫉妬し世界が絶賛する漫画家辰巳義弘。彼の自伝的漫画と伝説的な5つの短編が見たこともない斬新な描写で動き出す子供漫画とちゃうんや。新しい呼び名を考えたんや。劇画か、響きやな。長編を書きなさい。日本中が高度成長期に沸いている中、人間のどす黒い叫びを描き続けたわけ。役立たずの晒し者だ。求めるがゆえの苦悩と葛藤の日々。グッドバイや、グッドバイ。今なぜ辰巳、漫画に革命を起こした男、この才能にまず世界が泣いた。